はいどうも、しおりんでございます。本日ですね、12月の5日、朝のですね6時30分ぐらいでございます。どこ来てるかというとですね、関西空港第2ターミナルになります。今からですね、7時15分からのフライト、飛行機に乗ってですね、とりあえず沖縄に向かいたいと思っております。どんな旅になるんでしょうか。とりあえずいろんな動画撮ってこようと思っております。それでは行ってきます。はいどうも、貿易でしたね。はい、ということで乗っていきます。はいどうも、今日はね、12月7日ですね。はい、今どこ来ているかというと沖縄の那覇空港でございます。はい、今回の旅の企画としてですね、大阪に帰るのではなく、このまま、新千歳の方に飛んでいきたいと思います。フライトはね、1日1便、16時10分のフライトになります。それではね、飛行機乗って、北海道の方に向かいたいと思います。それでは、19時32分ですね。新千歳、千歳空港に到着しました。さて、JR 乗ってね、とりあえず札幌出てね、鈴木野に向かいたいと思っております。それでは、関西空港に帰ろうと思ってます。はい、今、17時35分ぐらいでございます。はい、6時のね飛行機で
関西に帰ります。面白かったね、結果的に。関空から那覇空港、那覇空港から、北海道からまた関西に帰るというようなルートでございました。ゼロ番搭乗口っていうのがあるんですね。知らなかったですけど、とりあえず、はい、18時搭乗口をオープンしたんで帰ろうと思います。